こんにちは、萩です。今回はですね、タイトルにある通り田中希実選手の適正種目はこれなんじゃないかって話をねしていきたいなというふうに思います。僕なりに分析をして、この種目であれば世界と戦っていける可能性がある、まあ世界大会で入賞とかメダル争いに食い込んでいける可能性があるんじゃないかなって話をねしていきたいなというふうに思います。で、なんでね、この話をしようかと思った理由なんですけども、今、世界陸上ブダペストがね、開催されていて、僕もね、ずっと見ているんですけども、女子1500メートル準決勝の田中希実選手のレースを見て感じたのは、世界との差はまだあるな、ということね、感じました。まあ、見ているファンのね、多くの方もね、痛感したんじゃないかなと思います。まあ、一言で言うと、力負けしてしまったな、という感じですね。ただ、田中希実選手の1500メートルの自己ベストって、3分59秒という日本記録を持ってるんです。この記録って本当に素晴らしくて、タイムだけ見ると決勝に行く可能性って十分ありましたし、レース展開によっては入賞ラインに届く可能性って十分にあったんですよ。にもかかわらず準決であれだけ力差を見せつけられてしまったんですよね。で、何が一番世界と遠いかなって思った時に、僕が思うにはパワフルさ、もうここがね、何よりも世界と一番遠いところかなと思うんですよね。で、田中希実選手の武器って速さだと思うんです。速いペースで長く引っ張ることができるのが田中希実選手だし、それが一番の武器だと思うんです。で、この武器ってまだまだ伸びると思います。なので日本記録ってまだ更新できると思うんです。タイムで言うと3分56秒とか3分57秒は全然出ると思うんです。このタイムって世界のトップレベルのタイムですよ。ですが、世界大会でメダル争いに食い込んでいくためには、それプラスアルファラストのドカンっていけるパワフルさが絶対必要不可欠だと思うんです。そこが今、田中希実選手と、まあ、世界一番遠い部分だと思うんですよね。で、皆さんね、レースを見ててね、やっぱ思ったと思うんです。海外の選手と、田中希実選手、まあ、日本人選手と、まあ、体の動かし方というか、まあ、使い方、まあ、一言で言うと、パワフルさというと分かりやすいかなと思うんですけども、動かし、まあ、上半身のひねり方とか、一歩一歩の踏み込み方とか、まあ、力強さがやっぱちょっと違うなっていうところをね、まあ、見てしまいました。まあ、1500メートルで言うと、まあ、例えば、ハッサン選手の体の動かし方って、明らかにパワーあるなっていう感じですよね。まあこういう選手が、まあメダル争いラストラスト何回も振り絞っていけるなっていう感じですね。そこと比較すると、今現状で田中希実選手が1500メートルでメダル争いに食い込んでいけるかっていうと、まあ正直厳しい言い方すると想像がちょっとできないなっていうのがね、今回のレースを見ての感想です。ただ田中希実選手って世界大会で入賞ではなくメダル争いを狙っていると思うんですよね。そういった時に、何が一番世界大会でメダルに食い込んでいける可能性があるかなっていう思った時に、僕はね、いろいろ分析しました。で、これは僕が勝手に言ってることですし、一陸上ファン、一田中希実選手ファンとして言ってることなので、田中希実選手の、まあ、種目へのこだわりとか一切そこはね、僕は気にしてないです。僕が勝手に言ってることでね、発信していることなんですけども、田中希実選手が世界でメダル争いするためには3000メートル障害、僕これが一番いいんじゃないかなって思っているんです。で、3000メートル障害であれば、僕ね、メダル争いね、十分可能性あると思うんです。まあ、そんな分析ね、ちょっとしたので見てほしいなと思うんですが、これが今の日本の3000メートル障害のトップ3の選手ですね。まあ、今年の日本選手権で 1,2,3 を取った選手です。まあ、吉村選手、森近子選手、大初の西瀬選手のタイム、自己ベストをずらっと並べました。まあ、3000メートル障害ね、タイム、自己ベストね、ほとんど皆さん一緒なんですけども、で、田中希実選手って3000メートル障害って走ったことないと思うので、まあ、どれぐらい出るかなって想像した時に、まあ、1500メートル、3000メートル、5000メートル、このタイムが一番ね、まあ、種目近いかなと思うので、そこからね、算数していきたいなと思うんですが、こうやってみると結構面白くて、3000メートル障害この3名の自己ベストってほぼほぼ一緒ですね。で、戦後3000、5000メートルの自己ベストもほぼほぼ一緒なんです。まあ、森近子選手の3000メートルのタイムがちょっと凹んでますけども、ただ5000メートル15分21秒って記録を持っているので、まあ、この記録からすると3000メートル9分1桁、9分5秒ぐらいはね、まあ、出せる力があるなって考えると、ほぼほぼね、まあ、一緒の自己ベストかなと思います。で、それで3000メートル障害のタイムがほぼほぼ一緒。ってことは、戦後3000、5000の記録がある程度参考にしやすいかなというふうに思います。で、これ
これに田中希実選手の自己ベストをね比較してほしいんですけども、こんな感じです。そうするとこれも面白くて、どれもアベレージからこう均等に速い、例えば1500メートルも約20秒ぐらい速い、3000メートルで言うと約30秒ぐらい速いで、5000メートルで言うと約40秒ぐらい速いんですよね、田中希実選手。そうなってくると3000メートル障害で言うと純粋に30秒ぐらいは速くなるかなと僕は思ってます。なので単純に速くするとだいたい9分10秒ぐらいで走る可能性がある。ここからハードリングの練習とか、まあ、特化したトレーニングするともしかしたら9分5秒ぐらいまで持っていける可能性が僕はあるんじゃないかなと思うんです。じゃあ世界大会の 3000m 障害って皆さんどれぐらいで走るかっていうと、直近の世界大会東京オリンピックのタイムがこれなんですよね。まあ金メダルが9分1秒、銀が9分4、銅メダルが9分5秒、入賞ラインの8位が9分16秒なんです。こうやって見た時に可能性ってちょっとあるなっていうふうに思いません？で、もちろん東京オリンピックなので順位争いになったので、もちろんねラスト勝負っていう部分があるので、まあ純粋にタイムで言うと持ちタイムの皆さんもっと早いので比較になりづらい部分があると思うんですけども、1500メートルの感覚からすると十分3000メートル障害の方が僕可能性あるんじゃないかなというふうに思うんです。で、3000メートル田中希実選手8分40秒と記録、もうちょっとスピードにこう乗ってくると8分30秒ぐらい持っていくことができれば、3000メートル障害で8分台の記録って可能性十分あると思うんです。だいたい3000メートルから30秒ぐらいがプラスって言われているんですよね。なんで3000メートルで8分30秒ぐらいまで出せれば、3000メートル障害で9分まで出すことができれば十分こう戦っていけると思うんです。なので僕は一番種目、陸上競技のトラック&フィールドの中で種目で言うと3000メートル障害がメダル一番取れる可能性が一番高いというふうに僕は思ってます。それがね今回の1500メートル見てね思ったところです。で、5000メートルもどうかなって考えた時に、5000メートルもやっぱ結局はラストのドカンっていう部分が大きいと思うんですね。ハイペースで行ったとしてもラスト1周やっぱ60秒とか65秒ぐらいでまくってくるんですよね。そうなってくると3000メートル障害っていうのはやっぱラストハードリングの勝負になってくるので、純粋にラストドカンって行きにくい。で、ハードリングって何があるかやっぱ分かんないし、ハードルを踏み込んでいかなきゃいけないので、純粋にこうラストのスパートの力とか瞬発力があったとしてもハードリングがこう邪魔してくるので、純粋にラスト勝負だけじゃないと部分があるというふうに考えると、メダルを本当にとにかく取りたいというふうに考えた時には 3000m 障害に特化することでオリンピック世界大会でメダル取れる、ね、可能性があるんじゃないかなというところで、ね、まあ、勝手に想像をしてしました。まあ、田中希実選手ね、戦後5戦のこだわりとかがちょっと何とも言えないし分からないですし、もしかしたら障害に興味があるかも分からないんですけども、僕は主に田中希実選手がメダル、世界大会でメダル取るためには一番近い種目がね 3000m 障害があるということで、ね、紹介させてもらいました。本当にね、これから叶ったらな、楽しみなというところで、まあ世界を目指す問わず、まあ練習の一環としても一回ちょっと走ってもらいたいなっていうのがね、個人的にね、一番なのでね、いずれね、3000メートルとかね、走るところをね、ちょっと期待してね、応援していきたいなと思います。